はい、というわけで今回ね、とつるさんとキヨキヨさんに中野糸放送局に来ていただきました。ありがとうございます。お邪魔します。はい、ということで今回なんですけど、はい、サナポチさんとパネさんがいるんですけど、その二人にドッキリを仕掛けたいなって。いいですね。僕たち大好きです。ドッキリ大好きなんで。やりますね。なんかただするのもちょっと面白くないなと思いまして、これからカードゲーム、モンストカードゲームをするんですけど、その中でちょっとこちらのお題、あるんですけど、点数によって、罰ゲームもちょっと。なんだこれちょっと。僕たちがこういう系なんですね。中の人にバレずにできるかドッキリ大作戦。うわ、怖い。じゃあ名前間違えるって。初対面なんですよ今日僕。これむずい。これ結構僕たちへの罰ゲームみたいになってますね。え、頭ポンポンするって。ちょっと。ちょ、やばないですかこれ。みたいになりますね。いきなり頭が変わるとかちょっと。これはだいぶハードル高いです。高いっすよね。うわ、これもうこういうのほんと怖い。手汗ガンガンなんですけど。ちょっと結構チキンなんでね。結構そうなんですよね。結構チキンなんですよ。はい、ということで、のずるさんとキヨキヨさんと初めてのコラボなんですけど、はい、ちょっと、話によると、お二人というか、まあ、キヨキヨさん特になんですけど、うん、すごいやっぱ意気込んでるんですって、うんうん、まあ今からモンストカードゲームやるっていう話をさせていただいてるんですけど、うんうん、はいはい、まあドズルさんとキヨキヨさんに負けるなっていうところで、うん、こちらドズルとキヨキヨに負けるなドッキリ大作戦です。そう、合計80ポイントを超えないと罰ゲームが、うん、じゃあうちとりあえず干潮するわ。これだからさ、干潮する。じゃあもうホレイでめっちゃ稼いだら、なんかあることホレイ。これいけそうじゃん。いやこれね、外人のふりするって。確かに。どうするキヨキヨ、よろしくねって握手してみる。確かに。Hello everybody! Hello! I'm Sanpacho!And I'm Panae! はい、本日はですね、モンストカードゲームやるってわけで、ゲストにですね、ドズルとキヨキヨ！イエーイ！ボンキュー！ボンキュー！ドズルキヨキヨ！ノリがやばい！イエーイ！イエーイ！あー、シーモクの証しシーガー！あー、シーガ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 ー、よろしくね、よろしくね、よろしくね、ノリがわからん。本日はですね、モンスターストライクカードゲームがね、3月2日に発売されておりまして、はい、こちらのスターターキットでみんなで遊んでいこうと思います。というわけで、皆さんカードゲームお得意ですか？カードゲーム、まあ、ゲームは全般的にある程度触ってはいます、ね。なるほど。カードゲームやってたりするんで、うん、あ、そうなんですね。実質の、実質のカードゲームしたりするんで、得意なんじゃない？緊張するなー。モンストはどうですか？モンストは、モンスト、ね、モンストはちょっと初心者、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 初心者。どうするモンストやってないよ。というわけで今回これで対決していこうと思うんですけども、対決、まあ単にね、うん、対決しても面白くないかなと思う。確かに、ね、なんかあるんですよ。私聞いてないですよそれは。負けたら罰ゲーム。罰ゲーム、うん、おー罰ゲーム。ドドとキヨキヨはカード得意、得意、まあ、まあ得意、確かに、初心者、確かにハンデはないと思うんですよ。ないですね。キャプチョさんはどうなんですか、どうなんですか。あー、ごめんなさい、カプさん、バッチャーさんどうなんですか。キャプチョ、噛みすぎ、噛みすぎ、噛みすぎ、キャプチョ、いや、ごめんなさい、ごめんなさい、いや、バッチャーさん、バッチャーさんね、ちょっとね、緊張しましたね、緊張しましたね。はい、というわけで、そう、罰ゲームをしようかなと思って、なんか僕らゴミついてですか、ゴミついてないです。え、何のゴミ、腹、まあ大丈夫ですか。え、これ、これ、髪の毛だよ。なんか、あ、ごめんなさい、なんかついてそうだった、ついてそうだ、なんか、にょちってしたんで、え、腹、腹ってもらうから、大丈夫、あ、ごめんなさい、止めてください。ホレイというわけで、ホレイ、罰ゲームは、干潮、干潮、干潮、なるほど、結構ドエグイの来ました。ドエグイの来ました。なんかディスソースとか大丈夫ですか。 YouTuber っぽくないですよ、干潮は。炎上大丈夫ですか。何も用意されてなかったから、パッと思い出した。干潮はダメ、確か手軽にできるんですね。干潮はダメっすよ、干潮、まあ、干潮さんはどうなんですか、はい、結構干潮とかするんですか。干潮、私すごい小学校の時好きでした。館長さんは僕はやっぱ今でもやりますよ。今でもやりますよ。一回やってみてください。
やめて、炎上です、炎上、炎上です、炎上です、炎上です、守る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 、ちゃんなんすか、怖いなんかあったかくった放送局、ちょっと思ったより、思ったより、思ったよりぶっ飛んでんなの、結構ちょっと今日は僕たちもちょっといつもと違うキャラで、確かにガンガン出していきましょう。では早速カードゲームやっていきましょう。はい、じゃあ座っていただいて、テンション高めです。一人ずつ発表、そうですね、口で言ってこと、口で言って、熱いっすね、結構熱い、ちょっと関係ちょっと、はい、かけ水お願い。水水水あります。えい。はい、というわけで早速館長かけた試合を行っていきます。お願いします。ほんとダメでしょ、ほんとダメでしょ、館長は。え、どういうことですか、誰が誰にするんですか。10枚ずつ、10枚ずつ、10枚、じゃあこれ上から10枚、上から10枚、じゃあどうするか。はい、で、僕もいいですか。はい、はい、カードゲームアプロっぽく、え、ちょっと5枚ずつこう並べる系で、こうスマートな乗り方、そういうスタイル、キヨキヨプロじゃん、キヨかっこいいな。おいしょー、どれ、見ちゃダメですよね、周りの人に見せちゃダメ。パッツさん、クエストカードを開いてください。お願いします。はい、こちらのクエスタです。シナダでございます。シナダ、シナダ、アンチワープとして、シナダ知ってます、聞いたことあります。わかります、もちろん。モンスト知ってます。さすがに知ってます、さすがに知ってます、それは知ってる。なかなかグッジョブな手札ですけど、グッジョブ手札、君に決めた。クシナダ知ってます。クシナダ聞いたことあります。モンスト知ってます。知ってます。今日これにじってくんな。せーの、ポチンと。ダメダメダメ、お、みんな火属性だ。おー、これダメ。点数計算していきましょうか。じゃあパンツさんどうですか。パンさん、あーあーあー、ちょっとね、今日クチンね、サンダーパンチョさん、サンダーパンチョさんね、しようか。一回やったから、一回一回一回、モザイクね、モザイク、モザイク、やらーやらー、気持ちいい。ああ、ね、よくない。火属性だから、火属性でプラス2で 9BP と、 9BP 強い、強い、 9BP、 めっちゃほら言ってくれる。で、アンチワープを持ってるので、はい、6。おー、はい、ウキウキ、オレーオレー。6、6です。6ですね。6になります。このアンチ、なんですかね、重力バリア、アンチ重力バリアで、プラス3、うん、8、決めた。よし、これでいこうかな。よし、出ますか、いいカード出ますか。マッチョちゃん出ますか。ちょっと求めてんじゃん。マッチョした、すぐあれだ、すぐ感情が怖い。もう決まった、決まりました。よっしゃ、成功、ボン。さあどうですか、強いデチか、行きましょう。あ、よくできました。さあちょっと感情しましょう。おめでとう、おめでとう。ちょっと待って、いやいやいや、もうダメだ、もうダメだ、もうダメだ。あー、おめでとう、おめでとう、ボンボン、おめでとう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 。さっき出したやつ、ドズルさん出したやつ一緒かな。あ、一緒ですね。なの、とりあえずごめんなさい。ちょ、ボードしちゃう、ボードしちゃう、館長禁止、お願いします。事務所的に館長禁止、実はね、お尻向けちゃダメなんだ。そうなんだ。これはじゃあ、マイクロ。1位がパッチョさん、あー、おーってことは、2位がパナエさん。いや強い、いや強いわ。モンストにいろいろ知ってる、やっぱね、うん、パッチョさんが強いですね。モンスト知ってます。知らないです、知らないです、あまり初心者。じゃじゃん、じゃん、わー、プラスストライクショットで13、わー、21点、すごい、もう SS 打たなくても勝ててたね。確かに打っちゃったけどね。じゃん、同様です。ナイスなクエストが来ました。おお、かっこいいな。モンスト知ってます。ちょっとだけ名前だけ。ブレイクショット、ベースが4で、マインスイーパー
人が揃ってる。やってよ。四たす三。好きになっちゃった。よ幼稚園だよ。いや、ちょっと、ケイだよね。あー、ちょっと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 、ちょあ、いいよ、じゃあ、しょうがないね。いや、緊張する、逆に緊張するな、これ。どうもどうもどうも。出会わせ、出会わせ。何のやり方。12おれートントントバナナッチョ攻めてくれ。あ、バナナッチョ間違ってる。じゃあ仲いいじゃん、仲いい感じじゃん。そう、なんかこう相性でバナナッチョ申し訳ございました。まあ確かにそこはしてほしいって言ってほしいよね。そんな M じゃない。ストライクショット僕打ったので打ったんで、あ、飛行飛行プラに。え、いや、これですよ。これ、アルティメットドローしたの。ペンペンとベースが3で、足して20点。わー、強い。どうでしょう。やるのバナナ。バナナだって。バナナ。あ、違う、だから。なんか、何拾うのも。そう。ないない。20なんで、ごめんなさい。まずベース4なので、ベース4。21になっちゃうんですよ。21で。その場合は、もう価値格ってことですか、ボーンって。じゃあ、信号機でした。なんとか。よっしゃー。ラストバトルは。ミスターキヨキヨ。では最後にこちらなんですけど、リワードのラック数によって勝負が決まるので、まだまだ勝敗が分かりません。なるほどなるほど。感情あるな。え、さあちょっと大丈夫かな、お尻で。ちょっとやめてください。どう反応したらいいか分かんなくて、もうあんま感情動画出ない。感情合計は9。9点いいよ。9は強い。強パッチョ。強パッチョはかな。何点？6点。やったー。館長、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 あ、まだキヨキヨ選手、6点。あー、同率。やばい。素晴らしい。やばい。5点。あー、やったー。よかったー。最下位。これ結構難しいですね。途中飛ばしすぎたりして。1位のマナエさんから最下位を要するに。キヨキヨさんからでしましょう。キヨキヨさんからでしましょう。事務所から。キヨキヨさんが私がして、キヨキヨさんがドズルさんにする。謎でしょそれ。謎でしょ。キヨキヨさんは OK なんですか。え、キヨキヨさんも嬉しい。嬉しいっすわ。え、危ない。やるよ。カードゲームいかがでしたか。いや、めちゃめちゃ面白かったですね。すごいやらやって知らない人でもすごい楽しめるし、結構ゲーム性も深くて楽しかったです。どうですか、キヨキヨ。僕最初分かんなかったんですけど、徐々に分かるようになって最後大逆転したんです。確かに最後大逆転した。最後のプレイがやっぱ本領発揮。本当に。さすが。プレイ。プレイヤー。でした。どうするとキヨキヨ。でした。いや、はい。一回止めてもらっていいですか。はい。キヨキヨさんちょっと名前とか間違えすぎじゃないですか。名前とか間違えすぎじゃないですか。確かにそうでした。失礼じゃないですか。普通に。すいません。そうです。やるとこちゃんとやらない。全然 OK。 全然大丈夫。ごめんなさい。はい、というわけで、すみません。本日はドズルとキヨキヨに来てもらったわ。罰ゲームの館長はドズルが少し嫌がってるから後でやるわ。大丈夫ですか、動画的に。動画的に大丈夫ですか。ではバイバーイ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうです。はい、はい、はい、ということでですが、はい、今回実はですけど、カードゲームの裏でとあることを走らせていました。はいはい。勝者はサナパッチョさん、パナエさんチーム。勝者って何だった。だから僕途中で気づいたんですよ。同じこと。だから僕最後負けっていう合図で思ったんです。あの、僕たちはここの戦いだと思ってたんですけど、途中で気づいた。こっちの保冷
イが強すぎて、ホレイ万能かって思って、僕もホレイと館長マジ禁止してる。だから全然違う。ってことは、ってことは、はい、こちらのチームにもお題があるって。そうそう、別のお題があって。いや、気づけよ。気づけよ。ドーゼルさん言わないから、全然ワード、うわ、やばい、なんかもう勝ったわっつって。いや、そういうのね、5ポイントが万能すぎるんですよ。館長50ポイント、館長50ポイント、やばい。これでえって思ったの。いや、本当にやばい。あんのも嫌なの、見返したくないの。その時のうちの顔もちょっと気になる。その瞬間にこれは向こうのやつ。なるほど、あ、そういうことか。これパッチョさんからいただいた、よくわかんないものなんですよ。うちが関係に、川家さんがまずいっていうのを見ました。それにちょっと改良加えます。改良加えます。早打ちで。え、顔ですか。いや、顔でもいい。顔でもいい。さっしゅうさん、こんな絵で。キヨキヨからいくわよ。館長、館長、えいえい。あ、すごい、めっちゃ酸っぱい。酸っぱい。めっちゃ臭い。いや、めっちゃやばい、これ。僕ね、梅干し嫌いなの。梅干し嫌いなの、本当に。本当に嫌い。これすごいっすね。酢でしょ、これ。酢の原液みたいな。梅干し食わなかったぜ。はい、というわけで今回キヨキヨさんとドズルさんをお招きして、あ、よろしく、させていただきました。キヨキヨさんの方のチャンネルも概要欄などに書いてありますので、ぜひ皆さん見てください。はい、コラボしております。面白いよ。それでは皆さん、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。レディーゴー。頑張りまーす。